どうですか、お客さん。この、HG コズミックエロ、ダガーエロ、ゼルド専用機。うん。このチタンズカラーが超かっけえ。やばいね、このかっこよさ。もうこれ高評価でしょ。高評価。もう今回ね、もう全塗装、部分塗装、墨入れ全部やって、もうパーフェクトな感じでもうお届けしてます。もう高評価ですよ、もう。高評価くんなきゃ、ね。もう俺パンティ被って、交番行ってね、捕まえてくださいって言っちゃうからね。動画をご覧の皆さん、こんにちは。プラキチです。プラキチです。あ、プラキチです。プラキチです。はい、ってことでね。今日頑張ろう。これでー !HG、コズミックエロー、ダガーエロー。はい、ってことでね。久しぶりなんで、なんて言うんだっけみたいな、なっちゃってますけどね。はい。ということでね、もうこれ出来上がってます。これを組むとこうなります。キラリン。イェーイ、出来ましたー。トミックです。HG、コズミックエロー、ダガーエロー、完成しましたよねー。っていうことでね。それでは早速、各部の陰部を見ていきましょう。陰部を見たい、舐めたい、入れてみたい。っていうことでね。あ、そう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 。言おうと思ってたんだけど、最近ね、私がね、動画をね、あまりね、出してなかった理由ですね。それはね、これでもかってくらいね、動画の広告をね、剥がされてます。はい。まあ、急にじゃないんだけど、もともと剥がされてたんだけど、僕の動画は1335、6本のうち、実にね、290本近くがね、広告剥がされましたね。もうこんな感じでね、まあネプチューマンとビッグザブドウにこのクロスボンバー、うん、されて、正義超人のマスクが剥がされるじゃないですか、こんな感じで。もうこんな感じで、もう、剥がされまくったんですよ、俺。剥がされに剥がされて、もう、俺の広告剥がさないで正義超人のマスクが剥がせよって思ったけど、もう運営さんというね、ヘルミッショネルズにね、もう、マスク狩りならぬ広告狩りになっちゃいましたね、これ。うん。ひどくない ?1336 本中、ね。290本近く剥がされる。つまり1年半分ぐらいの動画の広告が剥がされたんだよ。それやる気出ねえだろ、そりゃ。ただでさえ収益少ないのに、ふざけやがって。ほんでやんないかんな、これ以上剥がしたら。やんないぞ。いいのか、やんないぞ。俺が動画投稿やめたら、俺可愛さに犯罪をね、我慢している。ね。俺は犯罪者および犯罪者予備軍に従われてるから、ね。彼らは俺のことをおもんぱかってね。うん。俺のこと可愛さに、俺動画可愛さに、今、悪さはやめてるんだよ。うん。この世の中を滅ぼしたら、俺の動画が見れなくなっちゃうから、俺の動画見たさに悪さをしてるのに、俺が動画投稿をやめたら、もう眠れる獅子たちが一斉に目を覚ますぞ。いいのか?いいのか?知らねえぞ。この世の中の安全保障できないぞ。はい、ちょうどやね。とりあえず広告剥がせなまくって今やる気がねえよってことですね。はい。ということでね、じゃあ、ぐるっと出ていきましょう。まずね、正面は、こんな感じ。こんな感じっていうか、変わってないけどね。まあ、アップで見ましょうか。ケンニケンジ。側面は、ケンニケンジ。背面は、ケンニケンジ。好きなアーティストは、大月健一ことだね。どうすか、この色。ね。もう、とりあえず、チタンズカラーに塗ればいいだろ、みたいなね、感じですね。うん。やっぱね、合いますよ、チタンズカラーは。うん。これ、ちなみにね、ディスニーの第14話で、バスク大佐に、ジェルドメサがね、渡された機体ですね。うん。てか、ジェルド出てこねえよって話だよね。うん。どうこのかっこよさ。やばくない？で、今回ね、全塗装して、墨入れもやったし、部分塗装もやって、完璧な状態で出しました。はい。どうこれ。ちゃんとね、バイザーノックも、シルバーで塗ってますよ。すごくない？かっこよくない？超かっこよくね？じっくり見てって。じっくり見て。おっぱぶのっぱいのように見て、じっくりだね。うん。で、この機とね、何が素晴らしいってね、合わせ目がありませんよ。はっきり言ってね。うん。まあ、ないと言っていいんじゃない？まあ、パーティングラインはあるけど、ただ腕にね、結構ね、処理しないと、もう完全にこれ合わせ目が変わんねえぐらいのレベルのパーティングラインが出ますんで、お気をつけください。で、今回ね、色味はね、いろんなとこ変えてます。うん、こっそりとね。うん。例えばね、関節の色とね、この部分とか色違うんだよ。実は。うん。で、ライフルとかね、その関節もね、今回メタリックを使ってますけど、うん。ほとんどわかんないですね。うん。意味なかったね。
で今回このキット思ったけどね、ほんとできいね、すごい、うん、待ちに待った甲斐があったんだけど、このクオリティでね、普通のダガーも出してほしいね、ストライクダガーもね出してほしいで、なんでさっきからシールド付けなのって思うかもしれないけど、あのシールド付けるとね塗装が剥げるんですよ絶対、これ付け方がもう付け方だから、うん、だからちょっと付けてないけど、あのここに、ね、はめなきゃなんないね、ガチョンって上から絶対塗装剥げるから、うん、いやーこれかっこいいね、これあのもう 2,3 体作りたい、うん、あの合わせ目がないから皆さんあの安心して組めるよこれ、うん、あのすぐ塗れる、うん、すぐ塗れる、すぐ塗れちゃう、女の子の目こすりのように。で塗れなかった場合はどうするのかというと、あのこのローション使ってくださいね、はい、うん、舐めるかローションね、はい、そこでまあすぐ塗れるんで、すぐ組み立てられる、だからね、あの本当にね、時間がない人にぴったり、うん、あのまあこの部分がね設定ないんだよ、このただここ、まあ、これを合わせ目と思うかどうかは、まあ、あなた次第。俺は合わせ目と思わずに、あのパンティーラインじゃなくて、パーティングラインとして処理しましたけどね。はい。ちょっと、見上げてみよう。こうやってね。うわ、かっこいい。ジャニーズみたい。超かっけ、イケメソ。超イケメソ。うん。うわー、かっこいい。かっこよくね、マジでこれ。やばいね、これ。やばいとこの野郎。やべえとこの野郎。もうこれ、皆さん買って。うん、買って。うん。もう買ってほしい。ぜひ皆さん買ってほしい。うん。たかだかね、まあ、ヨドバシ価格だと、まあ、1000円ぐらいだから。ね。そういえば、ほんと、最近ほんとガンプラ皆さん買えませんね。皆さん手に入ってます、欲しいガンプラ。だからもう、ヨドバシさんでさえ6人手じゃないんだよね。うん。なんでもね、なんか中国に流せるっぽいね。なんかね、調べたんだけど、あの、めっちゃ中国人ガンプラ買ってるらしいよ。で、ガンプラの全世界の売り上げの実に 30% をね、チャイナがね、担ってるらしくて、それはね、日本のね、ことをね、悩ましろにして、それは中国にプラも送るわな、バンダイさんも。うん。まあ、これは俺の中だと裏切り行為だけどね。まあ、でもね、あの異国の人がね、ガンプラを作ってくれて、俺嬉しいんだよね、すごくね、嬉しいんでね。まあ、複雑ですけどね。はい。ということでね、こんな感じですよ。いかがでしたか、皆さん、俺のダガエル、ぜひね、高評価くださいね。はい。ということでね、プラキセッシャー、じゃあな。